はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸三をお送りします。で、このタイトルね、これで3本目なんですが、また問題演習です。で、今回は2問問題演習がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずですね、今回は特徴があって、1番がそのね、3点が一直線上にあるようにっていうところ、で、2番は4点が同じ平面上にあるように、まあ、そこがキーワードになります。なので、まあ、定期テストとかでね、こういうキーワードがあって、そういう問題が出てきたら、あ、こういう風にやればいいんだなっていうのをぜひね、覚えてみてください。で、まず一直線上なんですけど、まあ、一直線上なんで、ABC が ABC っていう同じ直線のね、一つの直線の上に乗ってるよっていう状態。で、そうなる時の条件が、また、おそらく教科書とかね、これが書いてあると思うので、AC ベクトル、イコール K 倍の AB ベクトルです。で、これが成り立つ、一直線上の時は。で、あとはこれ解くだけです。で、終了っていう。でも座標出てるから、まず AC ベクトルをねやっていくと、後ろ引く前なので、5引く4で1で、 B 引く3だから、そのまま B 引く3で、マイナス13引く A なんで、そのままマイナス13引くA となります。で、 K 倍の AB ベクトルも B 引く A だね、後ろ引く前なんで、2引く4でマイナス2で、マイナス4からの最後は5引く A か。で、こうなります。で、あとは、まあ、こっちはね、 K を配るんで、マイナス 2K マイナス 4K K かっこ5マイナス A となりますけど、それぞれの成分というか、ね、X をイコール、Y イコール、Z イコールといった感じで、3つの式を解けば終了と。で、実際解いていくと、まあこれ1でしょ。で、マイナス 2K なんで、まあ、普通に書くか、1イコール、マイナス 2K と、次が、B マイナス3イコール、K 配るから、マイナス 4K。で、ここが、マイナス13、マイナス A イコール、ちょっとここがめんどくさいね。K カッコ5マイナス A か。となる。で、一瞬ね、3つも文字あるやんみたいな感じするんですけど、これ、K そこで出るんですよ、ここ。ね、マイナス2で割るだけなので、こっから、K がマイナス2分の1と出てきます。で、これが出てくると、じゃあこういこうか。K にマイナス2分の1出ます。右辺2になります、約分すると。で、マイナス3こっちに持ってくるだけなので、B が、暗算ごめんね、持ってくると5になる。で、最後、ここもそうですね、マイナス2分の1を入れて計算するだけなので、一応やっていくか。で、ここに関しては、どうしようかな。あともこれ答え書くだけだから、ちょっとここだけ下に持っていくね。マイナス13、マイナス A、イコール、マイナス2分の1、括弧5マイナス A と。で、マイナス2分の1配ってもいいんですけど、まあ分数ちょっとめんどくさいんで、個人的に。両辺にマイナス2をかけちゃいます。で、マイナス2をかけると、26プラス 2A イコール、カッコ外れて5マイナス A。で、まとめると 3A。で、こっちがマイナス21。A イコールマイナス7と入ったかな？ギリだからね。マイナス7と出たので、もう両方終わったもんね。じゃあ最後、まあ答えをね、わかる位置に。A イコールマイナス7で B イコール5と、これで終了になります。これが3点が一直線上にあるときね、はこれを使ってください。こいつで、次4点が同じ平面上にあるように、もしくは、まあ、ABC の三角形とかが平面上にあって、その D っていう点が同じ平面にあるとき。まあ、言ってしまえば同じなんだよね。4つの点が同じ平面上にあるときの話なんだけど、このときに使うのが、僕が ABCD なので、多分教科書とか P 使ってたりすると思うんですよ。ABCP とかになるかもしれないんですが、
まあ、今回であれば AD ベクトル、ね、AD ベクトルで、ここから2個の文字使います。今回 S と T 使いますけど、 S 倍、間違った、 S 倍の AB ベクトルプラス T 倍の AC ベクトルと、これが成り立てば、この4つの ABCD ですね、この点は同じ平面上にあることがわかると。だから、あとこれも同じっす。全部計算してまとめるだけと。さあ、まず AD ベクトルは後ろ引く前なんで、 D から A を引くと。そうすると A 引く5で、2引く2だから0か、0のマイナス2で、右辺に関してはまず S 倍の AB ベクトル、 S 倍で AB ベクトルがこれ引くこれなので、これ間違ったら終わりだな。マイナス2、待ってね、マイナス2、マイナス1、マイナス3か、ね、たまにやらかすかね俺ね。で T 倍の AC ベクトルが C 引く A なんで、むむ、マイナス7、マイナス3のでけえな最後、マイナス11か。で、こうなる。で、右辺に関しては、ここ、x は、マイナス 2s、マイナス 7t です。くっつくからね、結局、s と t を配ってまとめるから。で、それが、これと一致します。ちょっと今書かないですけど、幅の関係でね。なので、ここからね、3つの式を立てていくと、a マイナス5、これ、は、さっき言った S を配ってマイナス 2S、 T を配ってプラス 7T と一致します。次 Y です。0は S を配ってマイナス S、 T 配ってマイナス 7T だったね、ごめんね、マイナス 7T だ、危ない、 7T で、 T を配ってマイナス 3T となります。で、最後マイナス2イコール配ってで、マイナス 3S、 マイナス 11T、 これ全部マイナスなのか、不安になってきたけど、不安あってんだね、大丈夫だね。とこうなる。で、これに関しては一番上が A が入っちゃってるんだけど、下2つが A 入ってないんだよね。だからもうこの2つだと思ってまず連立方程式解いてください、この2つをね。だからちょっと書けたらおかしいですけど、この2つで計算して S を合わせるか。で、S を合わせると 3t-9t、 3かけても0だもんね、0。ちょっと右辺と左辺で、ね、まとめて入れ替えるので符号変えません、このままいきます。で、引き算すると S 消えて 2t イコール 2t は1か、で T が1なのでどこでもいいや、代入してマイナス3持ってくると3だから S はマイナス3か、3かとかで不安になっちゃった。マイナス11で。んあ、だめだ。マイナス11。t が1。なんか間違ったこれ。あ、大丈夫か。ちょっと待ってね。9。あ、いいんだ。ごめん、合ってた。申し訳ない。暗算間違っちゃった。で、これで s と t が出たと。で、その s と t を一番上の式に代入すれば、a マイナス5イコール6マイナス7。つまり、A はマイナス1なんで持ってくると4とこうなります。だからこれが答え、ちょっとあれだね、答えが分かるように大きく書いておこうか。なので A イコール4と、これで終了となります。まあ下の計算に関してはやってることねどっちも同じなんですけど、そのスタートのところ一直線上にあるんだったらこれです、こいつね。で、4点が同じ平面上、同一平面上だね、にあるときは、これを使ってください。それで解くことができますので、いいかな?こんな感じでございます。では、今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸3をお送りしました。そして、ごめん、忘れた。また多分ね、焦点がね、ずれるんですよね、これ最初。ほんと申し訳ない、毎回毎回。ちょっと一応変えておきますね。で、次回がですね、丸4、まだ、まあ、一応丸5までは用意してあるので、次回丸4が問題演習1問のみです。また、かなりちょっと板書の多い
途中式の多いね問題を1問やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。